皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日はですね、朝にホールに行ってから、本番までの間ちょっと時間があったので一旦家に帰りまして、でそれからですね、ちょっとね、来週かなの本番のちょっと衣装を探そうと思って探してまして、普段頼んだことないところで、はい、ちょっとね頼んでみました。でまだ全然届いてもいないので、何が来るかはまあ来てからのお楽しみで、本当使えるかはちょっとわからないんですけども、とりあえず海外のサイトなのでね、怖いので、クレジットカードとかではなくって、ローソンでのね、ロッピー払いってやつですかにしようと思って、でじゃあもう払いに行っとこうと思って、はい、お金と携帯と、はい、持って家を出てテクテク歩いてたら、信号がちょうど変わるとこだったんで、まあいいかと思って一本、はい、信号をね見送ることにしました。で、信号待ちをしてたら、横から来られたね奥様にね、市役所の場所を聞かれたんですよ。で、市役所かと思って、でこっちの方向では全然ないなと思いながら、茨城の市の市役所に行きたいんですねって言って、じゃあこう行ってこうですよって言っていう方向をねお伝えしたんですけども、伝えてみてから結構茨城のね、結局駅に戻ってからまたロータリー越えて、反対に歩いていかないと多分間に合わないというか、どっちにしてもそれが近いし分かりやすいかなと思ってたんですけど、はい、その道で結構意外とほら、いわゆる京都の5番目みたいになっててなくって、茨城の駅がちょっと斜めにロータリーに対しても、行きたい方向に対しても走ってるじゃないですか。であれで結構ね皆さんね、若い方でも地図見ながら間違える方いらっしゃるんですよね。なので、駅まで戻るのは多分まあ一本道だから戻れるだろうけど、駅からがちょっと心配だなと思って、その先もう一回ね間違って行ってしまったらいけないしと思って、一瞬考えて本番までの時間と、支払いしてまた戻るまでの時間を考えたんだけど、あ大丈夫そうだなと思って、じゃあ私も一緒に行きますねって言って、もう一人お連れの方いらっしゃったんですけど、はい、一緒に駅までテクテク歩いて行ってました。で駅までに歩いていく間にお話を聞いたらですね、実際に行くところは市役所ではなくって、はい、とあるホールにちょうど私が朝行ってたとこなんですけど、はい、行こうとされてて、でその演奏会をされてる方がちょうど、はい、私昔一緒に本番させていただいたメンバーで、どちらも知ってる方だったので、あと思いましてこれは何としてもちゃんと送り届けて差し上げなければと思いましてですね、はい、で聞いたらですね、開始時間がね出演者が分かった時点で間に合わないなっていうことが分かりまして、で駅からタクシー乗るか、道をね歩いてる時にタクシーが来たらうまいことね捕まえれたらっていう話をしてたんですけど、ちょうど私が道を尋ねられたその交差点のとこに空車のタクシーがねいたらしいんですよね。でもまあもう歩いてしまってたので、後になってから分かったことだったので、まあもうだいぶ駅に近づいてたので、もう駅からタクシー乗りましょうかって言って、で結局ね、タクシー乗り場までお連れして、で乗せたままでもよかったんですけども、もし万一うまく伝わらなくてタクシーが違うとこに着いちゃったらという心配をしてしまって、で地元民なのでお二人は地元民じゃないので、絶対確実に届けて差し上げたいと思ったので、私も一緒に乗り込んだんですよね。でそれでまあ無事にホール着きました。で降りられました。でホールの本当に受付のところまでお連れして、でそれでじゃあ楽しんでくださいね、ちょうど1曲目が終わった後ぐらいで拍手が聞こえてたので、うまいこと1曲目の後に多分入れたんだと思うんですね。で私ですよよかったと思って安心したんだけど、手に持ってた携帯がなくてですねちょっとねお二人と別れる寸前にもカバンガサガサ探してたんだけど、なんかカバンに入れた記憶ないしな、どうしたっけなどうしたっけなと思いながら、とりあえず落ち着いて二人送り届けたので、でもうあとは自分が帰ってね本番の準備して出かけるだけなので、はちゃんと落ち着いてカバンを探しましょうと思って、カバンを開けて探してなくって、コート探してなくって、
あれでも絶対私支払いがあるから携帯とお金と持って出てきてるんですよね。で携帯だけないはずないし、お二人と会った時に喋りながら落としたかって考えたんだけど、タクシー乗る前とかにその開園時間が何分過ぎてるとか携帯見て確認したなっていうのを思い出して、あ、これはタクシーの中に置き忘れたと思って、で慌ててですね、とりあえず阪急の茨城市駅から拾ったタクシーなので、でタクシー会社をねチェックしてなかったんですよ、なんと恐ろしいことに。でそれでもちろんだから私がなんですか、いわゆるいつもだったら領収書もらうんですけども、私がお支払いをしてなくて、その乗られた方がお支払いしてたので、領収書もらわれたかどうかもちょっと記憶になくてですね、とりあえず早く届けなきゃだけを考えてたので、であやばいっていうことになりまして、携帯をタクシーの中に置き忘れた、この場合タクシーの運転手さんが気づかれなくって、次に乗られた方が気づいたけど、例えば言わないで持って行っちゃったりなんかする悪い人だった場合、私えらいことになると思って、でどうしようと思って、でも携帯がないから携帯かけれないんですよ。でかけたところでっていう話でね、マナーモードにしてたから、でもうさーっていろんなことがなりまして、で携帯に大事な情報とかも入れてて、その時たまたまロックも解除してたし、もうやばいじゃないですか。でとりあえず阪急の茨城市駅まで戻って走って、でそれでさっきのタクシーの特徴を思い出そうと思って、であてっぺんにこんなについてたな、あってことは普段乗ってるこのタクシーとかじゃなくって、私がまだ乗ったことのないタクシーだと思うんです多分。であこれだっていうのを見つけまして、でこのタクシーだろうかこのタクシーだろうかとか思いながら一台ずつねちょっと当たっていこうかなと思って、でさっきの運転手さん顔は見たら思い出せるかなとか思いながら、そうそう見ていたらね、その一番前に止まってたタクシーの運転手さんがね、窓を開けて聞いてくれたんですよ。どうかされましたかって言って、で乗り場を間違えてると思われてて、待機場所の方のタクシーね、何ですか、乗り場の方にいるタクシーは普段私がよく使ってたりとかするタクシーさんで、知ってるからこれじゃなかったって、これに乗ってたら覚えてるはずだと思って、はい、で絶対待機場所にいるこのタクシーじゃなかったかなとか思いながら、色とかをね見ながらで見てたので、実はさっきねここから乗ったタクシーの中に携帯を忘れたと思うんですけども、ちょっとタクシー会社覚えてなくてって言ったら、お兄さんがじゃあ領収書とか持ってらっしゃいますかとか言って、でいやそれがね領収書がね私が払ってなくてなくてって、ね、でタクシー会社も覚えてないし、もちろん領収書をもらってないから、その私が持ってないから番号もわからないし、しかも携帯がないから電話もできなくてって言ったら、その場でタクシー会社さんに電話してくださってですね、でそしたらちょうどその私が乗ったタクシーってね、変な話ホールで人を降ろした後どこに行くかわからないわけじゃないですか。 JR の方に行くかもしれないし、例えばその途中走ってる時にねタクシー予約入ったからその近場の方に行ってって言われる可能性もあると思って、でもうどうしようと思って、とりあえず後ろがあるからねなんとかしなきゃいけないから、とりあえずまあ何かしらの形で携帯はほっとっても、まあ本番に行くことは本番に行くんですけども、いやそれよりも何よりもっていろんなことが頭を巡っていたらね、そのタクシーのお兄さんがですね、どうも調べてくださったら、多分私が乗ったタクシーであろうタクシーが、今阪急の茨城市駅に戻ってきている、まさにロータリーに入ろうとしているとこだということ教えてくれまして、でも同じ会社のもう一人のタクシーのお兄さんも出てきてくれて、いろいろ話を聞いてくれて、で多分それ何々さんやからって言って、そのロータリー入ってくるタクシーを、捕まえてくれてですね、で何々さんって言って話しかけて車止めてもらって、で私がちょっと後ろの後部座席見たら私の携帯がちょんと乗ってたんですよ。で あれ私のですって言っていろいろお話しして、でそれで、はい、ちゃんと無事にね携帯が返ってきたんですけど、いやもう奇跡と思いまして、人生でね携帯をタクシーとかねなんか忘れたことが今までないんですよね。
で、まあ、そうした時にどうしたらいいかっていうことを、携帯がない状態で携帯を探すということがいかに大変かということと、本当にこれはたまたま私がラッキーだっただけで、人を助けたつもりが何してるんだと思ったんだけど、私が助けられたっていう話です、結局。はい、ということでね、無事に、はい、携帯も返ってきまして、ありがとうございましたって言って、別のその教えてくださったタクシーの店さんにもお礼を言って、乗せてくれた人とそれと調べてくれた方にそれぞれにお礼を言って、で、まあ、携帯を片手にね、無事にお家に帰ったんですよ。で、帰る途中ですよ本来のそのお支払いをしようと思ってたやつなんですけど、携帯にデータを入れてて、でそうしようと思ったんですけど、はい、そのデータがね、多分持ち歩いてる時振り回したからでしょうね、画面に表示されない形になってて、一旦家に帰ってもう一回ログインしてから、データを拾わないといけなくって、結局コンビニで言ったんですけども、その番号だと、お支払いの方法がわからないということで、一旦また家に帰りましてから、携帯を、ま、もう一回ね、はい、ちゃんとパスワード入れてから、もう一回入れて、番号を入手してから、はい、近くの、はい、ローソンに行って、そしたら教えてもらったのが 6P でやるんだよというのを教えてもらいまして、 6P で紙を打ち出しまして出してっていう、こうね、人生でやったことのないこと2個やりました。1個は、タクシーに、はい、携帯忘れちゃったこと。で、2個目は、6P で、はい、お支払いして、まあ、いわゆる衣装を買うということをしたということですね。はい、この衣装が届くかどうかはちょっとまだわからないので、まだ10日ぐらいは先になるんだろうなと思います。海外から来るから。で、まあ、とりあえずね、皆様もタクシー乗るときは気をつけて、でもアホやなと思いました。本当にね、最近本当に一つのことをギュッて集中しちゃうと他がおろそかになっちゃうので、気を引き締めていかないとなと思いました。まあ、無事本番も終わりまして、その後の予定も無事に、はい、こなしまして、で、帰りしなにね、ふと思い立って、ね、この間見た、はい、映画の原作の本をね、売ってないかなと思って本屋さん3軒回ったんですけど、いずれも全部売り切れでした。で、予約購入が、まあ、できるとこもあったんですけども、来週入るよって言ってるとこが一番早いかなと思ったから、じゃあ、予約させてもらう、もしくはお金払っといて、取っといてもらうとかできますかって言ったら、できなかったの。だから、まあ、どうしようかなと思いながら、とりあえず家に帰ってきた次第でございます。まあね、今ブームだから、どうしても多分ね、品切れしてるんだと思うんですけど、いっぺんこの作家さんのね、本ね、読んでみたいなと思っているので、何かしらの形で入手しようと思ってるんですけど、図書館でもね、ちょっとね、はい、まあ、調べてみたんですけど、今全部貸し出し中でした。そりゃそうだよね、今一番みんなが読みたいだろうなと思うので、で、まあ、でもね、ちょっとね、最近そう、通販で買うのもなっていうのをちょっと思っていることがありまして、まあ、ご縁があったら本屋さんで買おうかなって思っているところでございます。まあ、そのわけでですね、今日はひっちゃかめっちゃかに、いろいろと私としてはハプニングが多くって、人生に今までにない、はい、経験をいろいろして、なのに不幸中の幸いですね。結構本当にいろんな方に救われて、はい、よかったっていう一日でした。はい、まあ、なんか人の縁っていうことがね、なんだろう、いろんな意味で今日一日ね、大切だなって思う、はい、出来事だったので、まあ、ある意味とても、はい、幸せな、はい、タクシーの運転手の皆様、ありがとうございました。助けていただいて、本当に、はい、以後気をつけたいと思います。まあ、本当ね、たまたまラッキーだったんだと思います。あんなに早く携帯が戻ってくることは、タクシーの中に忘れて降りてしまったらそうそうないと思うので、はい、以後気をつけていきたいです。はい、ということで、明日もね、ちょっとまた遠方でもないけど、まあ、ちょっと遠方かなに行くので、はい、気を引き締めていきたいなと思います。それでは皆様、またね。